つくね。グリフォン、うん、危ない。おえ待って、めっちゃかっこよくない？これクローズでジャスカイ、おおいいね。あでもこれやばいわ、これやばいわ、これやばいわ、危ない危ない危ない、よかったよかったよかった、オッケーオッケー、とりあえずオッケーなんだけど、これどうなんだ、これジャスカイ、ジャスカイしたらさこうなっちゃうのちょっとダメだよな。はいどうも皆さんこんにちは、ひたまゆです。はい、今日の2本目は、まあ、リーグ初見プレイをレイリーでやっていきます。まあね、最初にアーロンパークで潜った動画を上げます。まあもう撮ったんですけど、ちょっとね、あのそしたら今日何本上げることになるんやらってなっちゃったんで、まあリーグ初見プレイということで、まあ最初アーロンパーク潜ってその後リーグバトルにします。まあリーグバトルはまだ撮ってないです、アーロンパークだけ撮って、まあその後やっていきたいと思います。まあスキルはねこんな感じで、こんな感じですと。まあ意外とスキルはね出が早かったりして、まあ皆さんに使いやすいスキルになってるのかなと思います。で特性がこんな感じ、ジャスト回避したらめちゃめちゃ強いと、敵気絶処理をしたりマジで強いかもしれん。だから回避はねむやみに使っちゃいけないキャラですね。結構 PS 大事なんじゃないかなこのキャラ。まあということでレイリーを使ってやっていきたいと思います。それではね最初にねもう潜ったんですけど、アーロンパークの動画見てください。レッツラゴー。この黒刀に見られるか、よろしくな。いやー、ボスついてんのいいね。ちょっと今油断してて、ちょっと、あ、やべ、動画もう始まってるわってなったけど、ちょっとね、レイリーさん、なんか、ジャスカイしたら強くなるから、ちょっとジャスカイがね、ちょっと、こういうコンピューターとかだと難しいから、ちょっと、ジャスカイ、ちょっと、回避ちょっととろいな。そこはちょっと気になる。ちょっと回避しづらそうだな。ちょっと、俺の中で好きな回避ではなさそうな感じする。ジャスカイを求めて。オッケー！おお！すごい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 ぞ、これは。ジャスカイでよろけ向こうついてるから、最初の方は多分ジャスカイもやりやすいとは思う。多少ミスっても何発目かのジャスカイすれば多分やりやすいんじゃないかな。通常攻撃はやっぱりちょっと左手じゃなくて、まあ、右手でも剣を握ってほしいな。まあまあまあそれはね、まあそういうキャラですから何とも言えないですけどちょっとね、まあもう少しね、ありますけどありますけど、語彙力ナッシングトゥーマッチありがとうございます。いや普通にこのジャスカイがそう、あじゃ俺みたいな下手くそにジャスカイは無理だな。ちょっとどうにか、おいおいお前ら暴走しすぎだって、クリーク、アーロン、シャーハー、来い来い来い、ジャスカイさせて、ここあ失敗ちょっとボットだとさなおさらちょっとやりづらいかな。オッケー、サンジ君来い、行かせんよ。ちょっととりあえずナミさんも、あやめ倒しちゃったいいや、早く誰かジャスカイさせてくれ。やばい、終わりたくない。アーロン邪魔しないであげて、ちょっとアーロンバカ、アーロンのバカ、ちょっとよし、ナミがあそこで大丈夫だな。オッケーオッケー、とりあえずジャスカイさせてくれ。ここ、うわすげえ、これはすごいぞ、これはすごいぞ。しかも今3秒間攻撃アップだから、ジャスカイした後その後のがめちゃめちゃ火力高いんだ。あちょ、ミホクさん分かってる分かってる、そんな見せびらかさなくていいから。オッケーオッケー、でこのスキルが川越一応どんな感じかやってみようか。ここら辺は、うわー届くんだ、届くんだ、マジ、うん、分かってた、それは分かってたけど、片方スキル届くだけでだいぶでかくない？バカ強いかもしれん、レイリー。まあでもさ、黒ひげの方が強いけどね。あでもこのスキルの出の速さだったら、その無敵スキルとか、あじゃあ無敵スキルは対応できないかもしれないけど、そのあのクローズとかだったら、このスキルだったら全然対応できますね。間違いなく対応できると思います。そのクローズされた時はよろけ向こうついてる間だったらスキルをぶちかませると思います。いや、レイさん極めるわ、頑張って極めますね。レイリーさんお願いします。お願い、ありがとうございます。これでこれどんぐらい残るんだろうね。あこれは残んないか、ちょっとね、じゃあの旗抜きの時は難しいかもしれないけど、まあそんなのあれなんで。いや強いぞ、この通常攻撃かっこよくね。最後あえて剣で攻撃しない、そこら辺大好きです。もう剣なんて最後は必要ない、そういう意思表示ですね。ひたまゆはね、結局頑張れってことですよね。そういう意思表示があると、ありがとうございます。ちょっと待って、まずい、これどこら辺まで届くんだろうな。いやまあ次はちょっとプラベでちょっとちゃんとしたキャラたちでやってみましょうか。うん、まあ負けでもねいいからね。はい、ということで1戦目やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。先言っときます、80レベルなんでちょっとはね火力不足だったり、まあ防御力なかったりするんでまあそこはね申し訳、ナッシングトゥーマッチ、オーマイゴッドファーザー、まんはい、ということでやっていきます。寒いギャグから始まりましたけど、こう待っています。いやめちゃめちゃ両方とも80レベルにしたから、めちゃめちゃ俺は頑張った。はいはいはい、もう慣れたよ、俺は慣れたよ、うん、慣れた、ごめんって言っとくわ。なんか俺が代わりにごめんって言っとくわいやでもシャンクスとか戦いたくないな、だって気絶不要でしょ、そりゃきつくね。グリフォン、うん、危ない。おお、待って、めっちゃかっこよくない、待って、そういうことか、そうだ忘れてた、忘れてた、
オッケーオッケー、でかいでかいでかい、あうわ当たるかここ、結構範囲広いねやっぱ、無敵スキルだけ警戒、危ない、うおお、でも無敵スキルだからそれはね、一発二発無敵スキルだからちょっとあれだよな、でもこれ勝てるんじゃない、オッケーかっこいいね、ちょっと待って危険だな、でもジャスカ決めていきたい、あーミスった、ジャスカやめろやめろ、エンテやばバカ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 、やばいやばい、早く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  KO して回復していく、あー無理だ、さすがに無理だったね、うん、ごめん、いや待ってバカ強いかも、そういうことだ、忘れてた、ちょっと裏ルッチでね、ちょっとあの潜りたいやりたくないんですけど、ちょっとこれピンチなんでさすがにね、六王眼お前の動画じゃないが、ルッチお前はねもう終わりだよ、回避読んで OK、 とりあえず OK、 いやルッチ活躍してもなんだよな、まあ、とりあえずしょうがないですね、これはまあしょうがないです、ためなくていいかな、うん、裏取りなんてまあ知らね知らない、大丈夫大丈夫、やられたらね、すぐやられたらちょっと突っ込んでやられますよ、突っ込んでやられます僕は、はい突っ込んでやられます、僕は決めました、突っ込んでやられることしました、タシギタシギちゃんにやる、痛い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 、めっちゃ吹っ飛ばされる、ちょっと待って待って待って、これはすごいすごいぞ、さすがにそれは当たらないと一発二発三発どんどんいっちゃいます、やばい、ごどりしてしまう、ごどりは僕は求めていないんだよな、どうしよう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 、一回引こうぜ、一旦引くってことできない、みんな、あみんな一旦引くってことできないかな、あー意外と味方が強い、おうおう、まあとりあえず1戦目は勝ちですね、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ということで2戦目やっていきます、瞬間移動がすごく、遠距離スキルが今までどうでもどうしようもなかったんで、そこがすごいいいなぁとは思いました、はい、小学生のコメントです、ありがとうございます、ここからはね、まあ、配信者としてのコメントをしていこうかなと思います、はいすいません、ここちょっと間に合ったな、ワンチャン間に合ったな今のは、だけど、ね、こっからが強いんですよね、レイズさん、オッケー、これ早いんですよ、このあごめんカウンターがあったか、ごめんね、オッケー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 、あオッケーオッケー、シャンクスの方がね確かに KO させた方がいいからね、うん、とりあえず旗を出ししますかと、え、なんか相手何やってんだ、相手よくわかんない、あ、ディフェンダーがいなかったのか、うんうん、まあそういうことね、オッケーオッケー、よし、こっから攻めたいのだが、でも確かあれ敵のさ、お宝エリアでさバフかかるっけ、そこちょっと微妙なのかな、一発二発一発二発、オッケー、あ、防御力パック、今アイスエイジ使いましたね、そういう把握能力大事ですよ、今アイスエイジ使いました、うえそれはやばいそれはやばい、やめて、でもアイスエイジ使ってるからね、俺知ってる、オッケーオッケー、あのバフがかかって、変になんかバフかかったなと思ったらアイスエイジ使ったんで、まあそこら辺はね皆さんスキル大丈夫ですね、一発オッケーオッケー、これねやっぱ 30% 短縮なんででかいっすよね、オッケーオッケー、強すんぎ強すんぎ、いや楽しいな、やばい、レイさんしかもこれで体力マックス、体力回復でしょ、いいやんいいやん、体力回復ね、よろけ無効には大事ですからね、それはさすがに当たらないと、あこれは当たらないと、オッケー瞬間移動しちゃいますよと、瞬間移動しちゃい、あ痛い痛い痛い、それはねちょっとね割り込めるのはよく知らんオッケーオッケーオッケー、あレイさんレイさん一発オッケーオッケー、さすがに一発二発、おやばい、ちょっとやばい、ちょっと距離感がうまいな今のは、ちょっと一回引く、一旦引こう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 一旦引くの大事、一旦引こう、オッケー、このスキルの出の速さがでかいね、いや強いぞマジで強いわ、いやめっちゃ楽しい、何より楽しい、ちょっと裏は青そばに任せようか、いやバカ楽しい、いいよ瞬間移動しちゃうから、瞬間移動が相当でかい、一発二発回避カウンター、オッケー、一発二発瞬間移動しちゃうね、これ瞬間移動、ここなんかやかましいな、いやーそれは無理、いやいや、これはちょっと余裕がある、余裕があるからちょっともう一回行かせて、レディで、レディで行かせてくれ、ごめんって言っとこう、ちょっとごめんごめんごめんな、みんなちょっと楽しすぎる、レイリーちょっと瞬間移動がちょっとシャンクスにはあまりうまく効かないけど、うん、それ以外だったらうまく効くからな、いや相当強いぞ、相当強い、80レベルだぞ、まあ初見だからみんなねなかなか対処難しいからね何とも言えないんだけど、あ裏守ろうか、ここはちょっと知らん、オッケーオッケー守ります、いかせん一発、あオッケー、よしでかいでかいでかい、あっちの援護でも行きましょうか、でもバルトロメオなんで、バルトロメオだからダメか、ここでホタ強すぎる強すぎる、楽しいね、オッケー先出し、あべちょっとあべっつっちゃった、スキルを打ったらジャスカイ、あ、ミスったミスったミスった、オッケー、まあ、とりあえず待って、今日はあと3戦待って、めっちゃ楽しいレイリー、ちょっと戦国も楽しみだな、早く使いたいけど戦国、はいということで待って待って待って、俺思った思った、俺もちょっと思った、ちょっとアーロンパークだったらレイリーの特性ちょっとやばくないか、ジャスカイして瞬間移動しちゃったらちょっとダメじゃないか、レイリーってちょっと思っちゃう、アーロンパーク、アーロンパークだったらダメな気がするな、え、どうなんだ、ちょっとアーロンパークじゃちょっとダメじゃない、じゃグリフォン先打ってきてくんねえかな、いやアーロンパークじゃダメじゃないか、このワンチャンもしかしたら、わジャスカになんなかった、はい、カウンター押しちゃって、オッケーオッケーオッケ
とりあえずオッケー、とりあえずオッケーだけど、オッケーオッケー、強いね。超フェスゲンにも劣らないけど、いやちょっとカウンターが怖いな、ここだと。いや、クローズ受けてもスキルがすぐ早いんで、そこは大丈夫ですよ。いや、なんでアルビタくんねん。え、硬なんで硬いねん。これクローズでジャスカイ、おお、いいね。あ、でもこれやばいわ、これやばいわ、これやばいわ、危ない危ない、よかったよかったよかった。オーケーオーケー、とりあえずオッケーなんだけど、これどうなんだ、これジャスカイしたらさ、こうなっちゃうのちょっとダメだよな。ちょっとどころじゃなくて結構ダメだよな。いや、ちょっと弱点ではあるな。いや、きついぞこれは。きついのか。あー、やばいやばいやばい、スキル打てばよかったわ。レベル低いなこの古家。ちょっと待って、いや気づいちまったよ、この弱点っていうのかこれは。いや、さすがにそれは甘い。オーケー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 。ヤソップ何してんねん。アルビダといいヤソップといい、ここで。あー、ミスター。え、何そのし、あーあー、やっぱ黒ひげには勝てないよね。うん、黒ひげにはまあ勝てないけど、まあちょっと、あの、こっちでいいかしてください。すいません、ちょっとごめんだけ言っとくね。ちょっとごめん。いやー、ちょっと待って、アーロンパークだとレイリーやめた方がいいのかな。たまにいいといい風には働くかもしんないけど、大半悪い風に働いてしまうな。黒ひげとかいたら最初にいきなりシーハタの援護いけないからな、黒ひげいたら。そこちょっと、これ無敵スキル溜まってたらやばい。いやー、マジで黒ひげには結局きついよな。一発二発、おー、いいね、いいタイミングだったよ。一発二発、オッケー、やっちゃってください、やっちゃってください。クローズされたら僕打ちますわ。おい、気絶させてくる。確かに味方も守れるからいいね。オッケー、スキルを打っていく。いいね、ちょっとオッケー、一発、オッケー、気絶させていく。ああ、そうなったら、ああ、まあまあ、そうなったらまあそうなったらね、まあそうなったら無理よ。まあさすがにもう残り50秒なんで、もうルチでいきましょう。いや、さすがにそうなったら無理よ。いや、ちょっとな、ちょっとまあ難しいあたりではあるよな。オッケー、あ、ごめん、いいとこ取りかかな、これ。とりあえずごめんね。いや、でもよシャンクスにはやっぱ勝てる。うん、まあ、シャンクスに、うんうん、まあ、ぶっ壊れってほどではないよな。ああ、痛い痛い痛い、ああ、痛い痛い痛い、ああ、これミスった。これマジで黒ひげ強くね。え、黒ひげ強くね。あ、黒ひげめっちゃ強い、黒ひげめっちゃ強い、黒ひげめっちゃ強い。間に合い、うお、オッケーオッケーオッケー、でかいでかいでかい、間に合い、あー、あと少し。いやー、ごめんごめん、守りきれんかった。黒ひげ強いな、黒ひげ強い。はい、ということで4戦目やっていきます。皆さんよろしくお願いします。まあちょっとね、あのジャスカイに関してはちょっとかもなく不可もなく、まあ強い方向ではあるけど、結構デメリットにもなりやすいなとは思いますね、正直言うと。あっち行くか。オッケーオッケー、おー、カウンターカウンターカウンターやってるね、仲いいじゃん。だこういう時に遠距離スキル打たれたらあっちに行っちゃうんですよね。そこがちょっとどうなんだっていうのはちょっと思いましたね。あ、ちょっとやばい、あそこも、うわー、あ、東京、もうちょっと待って、今解説だけしてたじゃん。もうちょっと痛い痛い痛い、ちょっと待って、あっち守れない、ごめん、守れないわ、間に合い、うわー、当たってないか、入って、ちょっとな、まあ初見プレイなんでちょっとね、まあこういうこともありますよ。こういうこともありますよ。まあどうせ今1対4なんで、ちょっとレディで行かせてください。ちょっとね、今日は仲間の方にものすごく迷惑がかかってます。皆さんごめんなさいです。ごめんなさい。ごめんなさい。はい、ということでやっていきますと。いやー、ちょっときついな、きついっちゃきついぞ。ちょっと来ないで、さすがにそれは。え、でもこのスキルが相当強いんだよな、さすがにそれは当たらない。オッケー、これ気絶でもやっぱ強いわ。タイマンってなったら強いけど、正直バウンティーラッシュというこのゲーム性では強いのかちょっと難しいとは思いました。はい、ちょっとかもなく不可もなくって感じじゃないですか。だってスキルが危ない、これ、あ、でも強いわ、あ、やばいやばいやばい、え、あららら、ちょっとよくわからない。うんうん、多分チャンクスのグリフォンですよね。ちょっと味方の方、あの、もう一回いいですか。ごめんなチェル。ごめんなレイリー、ありがとうございます。いや、マジでごめん、マジでごめん。で、その代わり勝利をみんなにもたらす神様になりたい。よしよしよし、ドフィーがあっちを、うん、どうしようか。オッケー、ドフィーあっち取れるね。よし、任せろ。いや、強いっちゃ強いけど、お、任せろ。オーケー、かっこいいな。やっぱもうちょっとでも火力欲しかったよ。まあ、火力欲しいな。それは俺が100レベルが低いんで何とも言えないけどね。オーケー、うわ、ゴロゴロつけてる、誰やねん、やめてー、ちょっと、ゴロゴロ固着だな、マジで。うん、なんか、まあ、オッケー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 、
ここは任せよ、ここは任せよ、任せろ。オッケー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 、大丈夫かな。オッケー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 、ルッチの方が使いやすいかな。うん、ルッチ結構使いやすいよ。ルッチめっちゃ使いやすい、さすがに。でもちょっと守られちゃった、ちょっとどうしようか、これどうしようか。オッケーオッケー、どうしよう、どうしようかな、これどうしようかな、どうしようかな、取れたりしないかな。あ、裏も取られちゃったか。あ、まあとりあえず初見プレイなんでね、あのこういう時もありますよね。いた、ありがとうございます。はい、ということでラストやっていきたいと思います。皆さん見て、この戦国さん100レベフルブーストだった、やばい。ちょっとどんな感じかさ、ちょっとあの俺の動画で見せたいからさ、戦国さんお願いします。エースの横で待っててもらえません、ちょっと。いやー、これでもちゃう、ほら2人で行っちゃう、2人で行っちゃう、これどうなんだ、これどうなんだ、これもしさ、危ない、よくわからない、よくわからない、やめろ、カウンター発動させないで。オッケーオッケー、よく耐えた、あとは任せとけ。やばい、全然無理。オッケーオッケーオッケー、何がオッケーかわからないけど、とりあえず今いい感じなダメージ。オッケーオッケー、でかいでかい、痛い、やばい、こいつ危険すぎる、やめろ、エンテ。まあこんな密集地はこんなもんよね、さすがに。ちょっと誰か、ん？あ、オッケーオッケーオッケー。ちょっともう一回いいっすか、レイさん。ちょっともう一回レイさんいいっすか？ちょっと仲間の方、もう一度言います。ごめんなさい！待って、すごい戦国がいるぞ。戦国どんな感じなんだ？ちょ、戦国もめちゃめちゃ楽しみなんだよね、リーグ初見プレイ。マジで楽しみ。やばい。ちょっとね、プレイ動画もあまり見ないようにしてる。うわ！ああ！戦国さんの全貌が少し見えてしまった。それはどうなんだ？やばい。こうなった時の、誰だっけ、マゼランが強いの。オッケー、とりあえずね、今のはね多分普通だったら当たらないっすよね、その。あ、ミスった、ヘッタクソだな。まあ初見プレイなんでね、うん、オッケー、この気絶、オッケーいいよ、やめて、オッケー、逆向いてる、おい、ナイスカウンター。どうしようか、肉欲しいな、こっち来ないでね。オッケーどうしよう、気絶させたいけどマゼランにはちょっときついよな。あー、だからこれ絶対なんだよな。ちょっとこれどうなんだろうな、いいのか悪いのかちょっと微妙だよな、そこに関しては。あ、ブーストだから攻めましょうか。これはカウンター多分でもしてくるな、多分一発二発。オッケー、でかい、オッケー、かっこよすぎる。いや、毒、危ない、任せろ。あ、必要なかった。オッケー、ナイス。いや、強いわ、マジで強い、これは強いぞ。いや、これは強いぞ。いや、何、話すことなさすぎる。あ、俺と一緒、炎帝苦手、わかる、俺も行くわ。オッケー、お、これで、あ、炎帝すごいダメなスキルになっちゃってね、これって、もしかして。じゃあ、あ、なるほどね、なんかいろいろ発見できるね、こういう。なんかちっちゃい声で話してんな。まあ今日はね、なんかその、あのボイスとかの動画撮ってないんで、ちょっと何が何だか分からない状態。早い、めちゃめちゃ早い、無理、危ない、危ない。オッケー。痛い。もう訳わかんない。もう何これ。もうシャンクス強い。結局シャンクス強いじゃん。わかんない。シャンクス強いじゃん。もう何、よくわかんない。任せて。オッケー。ああ。もう。あぶじゃん！ありがとうございました。ごめんなんていいよ、戦国さん、謝るな。まあ、初見動画ですからね。はい、ということでね、今日の2本目の動画は終わるんですけど、まあ、次はね、戦国さんが楽しみっす。まあ、レイディさんはね、ちょっとまあ80レベルブースト1じゃ、まあ、こんなもんなのは間違いないけど、まあ、でも強いっちゃ強い。ということでね、明日もね、多分レイディさんとマゼランさんの動画、マゼランさんじゃない、戦国さんの動画あげるんで、まあ、ちょっとね、皆さんチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それじゃあ3本目でお待ちしております。